開墾植物っていうのがあって、それを見てこれ欲しいと。グレムリンとまあボタナイズコラボ、メディコムトイさんのベアブリックの 1000%。 どうぞ。株式会社アネアデザイン、株式会社アネアの代表取締役横町健です。株式会社アネアの方は都内で6店舗、アネアカフェという飲食店の運営と、アネアデザインの方はボタナイズという開墾植物の輸入販売、あと園芸雑貨の販売、若手のアーティストだったりをキュレーションして、アートの展示のイベントだったり、ボタナイズとコラボレーションさせたりとか、そういうことをやってます。今年の6月に表参道の方にボタナイズの表参道店というのをオープンしたので、そこから徒歩圏内で、ちょっと事務所探してたらもうここが見つかって、内見して即決でしたね。外のエントランスの吹き抜けとか、あの辺がすごい気持ちよかったのと、事務所のすぐ外の部分が、カフェのラウンジスペースなんで、そこでも使えたりとか、またこの事務所内は僕がもう全て白黒グレーでこう囲まれたいんで、もう入った瞬間に一番好きなマットなグレーだったんで、もうなんかほぼ色味で決めちゃったようなっていうのはありますけど、はい。でこの辺がまずはバンズさんとコラボした第1弾で、これがボタナイズと、バンズさんのコラボレーションモデルの3型で、この辺の重機は全てカラーで統一してます。第1弾が、うちのイメージカラーの黒白でかなりシンプルにやりました。で第2弾は少し色味つけて、グレーは自分の大好きなグレー、これはちょっと都会のイメージで、グリーンは取り扱っている植物をイメージして、都会の中でもこう強く生きる植物っていうので、この2色のカラーをチョイスしました。プライベートでもハラーずっと使っていたのと、ショーケースとして一番使いやすいっていうのでこれを選んでます。椅子もハーマンミラーの椅子で揃えたりしてるんで、ちょっとこの事務所に関してはアメリカのメイドイン USA のものを使ってますね。そういうところでちょっと統一感を出したりとか、グレムリンとボタナイズのコラボで、これも今年の頭ぐらいに発売したものですね。これもものすごい人気で速乾でした。この辺の椅子は、ビトラのスタッキングチェア、フィギュアだったりアートフィギュアのコレクション、好きなカラーの、白黒グレーのフィギュアとかおもちゃのゾーンですね。でその下が、メディコムトイさんのコラボレーション、プラスチックの鉢なんですけど、そこはやっぱりメディコムさんなんで、ブリスターパックに入ってる、プラスチックの鉢のプラバチ、いろんなカラバリのシリーズです。ロッタちゃんっていう、ロッタとかオートマイさんとかの作品ですね。ここら辺のこのぬいぐるみ編んだのが、これアンバレリー・デュポンっていうフランスのぬいぐるみのこの作家さんの作品ですね。これが僕は大好きな山本浩一郎さんの陶器ですね。下段が天野武さんのコラボさせていただいた時のイベントで発売した、ヴィーナスが植物をこう抱いているっていう一輪挿しになってるんですね。僕もちょっと仲良くさせていただいている橋爪さんのスカルプチャーだったりとか、この脳みそは伊勢丹メンズ館さんでの1階の入り口で横町健の頭の中っていうイベントをやっていただいた時に、そのイメージでこうこれを作りました。もうただそれだけですこの辺がニューバランスのゾーンなんですけど、今これちょっとだいぶコンパクトにまとめたんですけども、実際80、90ぐらいありまして、完全にコレクターですね。 US の900番台のみを集めてます。ジョウンドと、ニューバランスのコラボの990のシリーズです。今日は言ってるのは990ですね。要素が多いんですけども、要素でも植物に関係する植物の図鑑だったりっていうのがほとんどですね。どこでこう分布してるとか、現地の自生してる写真だったりとかっていうのが、ここは本当に植物関連の要素ゾーンです。ボタナイズを始めたのは、2015年16年あたりで、僕もともと小学校3年生ぐらいからサボテン少年で、こう自分の6畳一間の部屋は全部サボテンでこう埋め尽くされているような謎な少年だったんですけど、父が盆栽の講師みたいなことを週末やってたんで、そこいつもついて行って、帰りに園芸ショップ行ってサボテン買ってもらうみたいな。でそのうち買ってもらうのだけが足りなくなって、お小遣いを全部サボテンにつぎ込んで、
っていうちょっと変わった少年時代だったんですけど、まあ中学生になって、まあそういうの色気づいてやめてしまって、まあちょっと植物のことは全く忘れてたんですけども、14年15年ぐらいだったかな、その頃にたまたま知り合いの事務所に遊びに行った時に一つ開墾植物っていうのがあって、それを見てこれ欲しいと、それこれ譲っていただけないですかっていうことで譲っていただいて、その時にこうサボテン少年の当時楽しかったことがこうガーッとフラッシュバックしてこう蘇ってきて、もうそっからもう調べまくって、まあひとまず国内であるこのカエル、これをもうありったけ買ってやろうっていうので、もう買い漁って、でどん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 事務所に到着して、でまあそれが今度こう増えてくると、まあ事務所が置ききれなくなったんで、ちょっと広いバルコニーの事務所にこう移転して、でもそれでもさらに増えてきちゃうんで、まあインスタグラムとかずっとやってたんで、それでちょっと写真撮ってアップしてみたら、 SNS の中の植物のコミュニティってすごいんですよ。日本だけじゃなくて、まあ、アジアだったりとか、もうバーッとにかくすごいコミュニティがあって、まあ売ってくださいみたいな話から、ほんと1分間でほんと80万100万円バーって売れてしまったんで、これはちょっとビジネスになるんじゃないかっていうので、すぐにあの EC サイトを立ち上げて、EC サイト立ち上げてちょうど1年後に、ボタナイズの代官山店という1号店をオープンしたっていうのがボタナイズの始まりです。収集癖が強い、収集家気質があるで、同じような形のものをきれいにこう並べたいんですよ。でそれをこうやって見てニヤニヤするっていうのが大好きだったんで、そこにどんずばハマったんですよね。あのこうぼってりしたフォルムの開墾植物をこう同じような感じだけどちょっとずつ違うのをこう並べてって、こうずらーって並んだ時にこうなんかもうゾクゾクしちゃうんですよねここはあのすごく親交のある川口エリーちゃんっていうアーティストの作品ですね。綺麗な女性を描いたりと思いきや、なんかすごい毒々しい感じのスカルを描いたりとかで、で僕は彼女が描くこのスカルはものすごい好きで、最初にこれを買わせてもらったんですけども、バンダナの方はまあお願いしてまあ描いてもらったっていう感じですかね。まあたまたま知り合いにすごい面白い子が個展やってるからちょっと見てくれませんかみたいな声かけてもらって、見た瞬間にうわこれ大好きだと思って、まあ色使いだったりこのキャラクターだったりある作品全部欲しいって言って、まあ買わせてもらって、まあそこから進行がありで、ビームスさんでポップアップやった時に彼女もこう招いて、まあ植物持ってビームスレコードさんでやったんで、まあちょっと植物にヘッドホンつけたりとかっていうのをお願いして、この辺のまあデッキがジョージ・ピーターソン木工作家さんの作品で、こうスケートデッキの廃材から作ってるんですよね。生きてる木を確か切ったりはしないらしいんですね。こう倒木して死んでる木からだけ作る。でこの辺のも全て使われなくなった使い古したスケートデッキから作ってるっていう作品の、つい最近のこれがこの赤いシリーズですね。でこれの前にこっちがもう白黒グレーの僕の好きな色味の同じ作家さんの作品ですね。平置きしてあるのはちょっともったいない、本当は壁にガーってやりたいんですけども、これからやります。前ボタナイズ1号店が代官山にありまして、代官山のアイモオーケーっていうインテリアショップと、確かサザビーさんやってるインテリアショップでのみかな入荷されてくるんですね。これはファットラバーっていう西ドイツの当時の陶器というか花器というか花瓶ですね。デザイン今時っぽいじゃないですか。これがなんか50年前の人が激しいの作ってたんだと思ったら、なんかもうゾクゾクしちゃって、これももう一気に世界中にある在庫をこうかき集めましたね。でまあ一ついっぱい集まって、これで、まあ、ボタナイズの方でこれのまあイベント販売みたいなこともやって、まあだいぶコレクションは手放したんですけども、まあこのシリーズはちょっと気に入ってるんで少し手元に残した感じです。ゴージンさんっていう兵庫県丹波の作家さんがいまして、まあ、そこを一番こうメインとして販売してるんですけども、黒に今金彩、ちょっと金のこう黒金もいいんですけど、もう今度真っ黒やってくれとかっていうのをこちらからこう提案したりするとすごいこう柔軟に対応してくださるんで、すごく仕事しやすいんで、そこからまあうちのいろいろ白いモデル出したりとか、もう真っ黒出したりとかっていう、すごくマットな感じの出したりとかっていうのをやってます。このテーブルは、混乱ショップで購入しました。まあこう昇降機でこう高さ変わるんですけど、まあ今の仕事ではこの昇降一
要なかったんですけど、なんか勢いで買っちゃって、あとサイズ感もちょうど良かったんで、これはもう僕のメインのデスクとして使ってます。これはハーマンミラーのセイルチェアという椅子で、昔はもうちょっとこうレザーのがっちりした椅子だったんですけども、なんか背中蒸れるんで、これはもう本当に使いやすいですね。この辺のカートはですね、前の恵比寿の事務所が広かったんで、特にデスクの位置を決めてないので、まあ私物だったり仕事で使うものを入れてキャスターついててカートになってるんで、今日はここで仕事しようとかいう時はこうカラカラして持ってって、それで使ってみたいな感じだったんで、今ここでは持て余してますまあ普段使ってるバッグはこのゴヤールですね。今年の誕生日に一式全部変えようと思って、もうなんか全部変えました。アイデンティティのこのスクエアマークをオフィシャルでこうマーカーズって入れてもらえるんですけど、たまたまゴヤールのオフィシャルのマーカーズの中にこの四角マークがあったんで入れちゃいました。でこのミーティングテーブルはイデですね。これはまあ色味がいいのと、でまあうちそんなにもここに来るスタッフ多くないんで、まあこれぐらいで十分足りてしまうんで、天板がすごいマットなグレーなんで、ここで物撮りすると写真すごい綺麗になるんで、ほとんどこれは僕の物撮り用に使ってますこれソファーはカッシーナ LC2 ですね。自宅でもキャメルレザーみたいなの使ってるんですけども、このグレーのレザーにフレームブラックはもう買わない理由がないってやつですね。座り心地も抜群です。デスクでなんかこう仕事した後にもう座って、誰もいないとこうなります遊んでるわけじゃないですけどね、はい、これはもらい物なんですよ。どこの何かはちょっと分かんないです。でここはあのメディコムトイさんの、ベアブリックの、100% アンバレリー・デュポンっていうぬいぐるみの作家さんの作品ですね。世界1体なんで抽選でもういつも応募して当たって、メディコムトイさんのベアブリック 100% 専用ケースを特注で作りました。この建物本当に綺麗で、セキュリティもすごくしっかりしていて、空調も統一して管理されてるんで環境がいいですね。すごい過ごしやすいのと、もともとの壁と床の色も自分が大好きな色なんで、すごい落ち着きますね。実はここともう一つ、まあ候補が一つ二つあったんですけども、まあ2フロアだったり戸建てだったりっていうところで、もっとさらに秘密基地感をガレージ作ったりとか、なんか古いビルか戸建てちょっと買っちゃおうかなと思ったんですけど、ちょっとなかなかこれっていう物件には巡り合えなかったんで、まあ次はまたじっくりそんな物件も探していきたいなとは思ってます。まずボタナイズはシンガポール、台湾、韓国、香港、まあアジア、まああと上海ですかね、アジアの方で少しボタナイズの商品を、卸しをします。まあセレクトショップだったりとか、百貨店で少し取り扱っていただけるということで、はい、それとまあ上海のギャラリーの方から、会社のとかボタナイズとかアネアカフェとしてでなく、僕個人のライフスタイルとかなんかそういうところちょっと評価していただいて、個人で何かこうアーティストのような感じで何かイベントを打ってほしいってことを言われてまして、まあ来年は上海で、その後オーストラリアとかシンガポールとかっていうのもちょっと話がある程度決まっているんで、そっちの方でもちょっと少し活動していく予定です。アネアカフェの方は店舗数がこれで、今6店舗に間もなくなるんですけども、もうちょっと店舗増やして頑張っているスタッフたちがもう本当に10年選手もいれば、設立からいる15年選手、14年、もう本当にみんな長いんで、ゆくゆくは彼らにそのまま僕はもう無償で店舗を譲ろうと思ってるんで、やっぱり今頑張っているスタッフたちがもうちょっと人数が増えて、譲った後にこの新しく社長になるスタッフのさらに下でサポートできる子たちが育ってきたぐらいのタイミングで、僕はもう完全に抜けて彼らに、まあ、カフェの飲食事業部の方は譲ろうかなっていう考えてますね。でボタナイズの方はもう、今はとにかくまだがむしゃらに走り続けて、とにかく今は、まあ、特にアジアでもうちょっとボタナイズを知っていただけるように、まあ海外渡航がもうちょっと行き来しやすくなったら、どんどん積極的に外に出てイベント打ったりとかはやっていきたいと思ってます。